爆竹オリジナルネイルカラーの発売ということで、なかなか面白いところついてきたグッズだと思います。まあ、こういうの限定発売にしないで常に手に入るようにしてほしいっていう気持ちもあるんじゃないかなと思うぐらいいいグッズだなって思ってますけど、ただどの色をどの指に塗るかとか悩みません？僕は今回のネイルのグッズに関しては遠慮しようと思ってて、まあ数量限定なので欲しい人にちゃんと行き渡ってほしいなって、まあ僕が欲しくないわけではないんですけど、基本的に今の職業では、マニキュアはつけられない職業についているし、ライブの時だけ塗るっていうよりは、まあもっと必要とされている方がいるだろうと思うので遠慮はしますけども、まあどの指に誰のカラーを塗るかっていうのを考えたら、ちょっとネタとしては面白いのかなと思って、もちろんこう自分は桜井さんのファンだからって言って10本の指全部に桜井さんの色を塗りたいっていう、そういう使い方される方の方がむしろ多いのかなって思うんですけど、あの商品説明のところでもね、5本の指に5人分の色をそれぞれ塗った写真をこう出してましたよね。まあ順番にこう桜井さん、今井さん、星野さん、樋口さん、矢上さんで塗ってたのかな、そういう感じでこう色見本っていうかね、あれ結構写真撮るの難しいだろうなってこうカメラ趣味にしてる僕からすると思うんですよ。桜井さんの色を塗った手、今井さんの色を塗った手って5枚撮るのに比べて、5色を塗ってそれぞれ8色よく出すのってめちゃめちゃ難易度高いなと思って、まあ色って関係してるからね、青をきれいに出そうと思えば黄色が影響を受けるし、緑をきれいにしようと思えば赤が影響を受けるし、こうどっちかに偏っちゃうので、全部の色をきれいに出して、しかもラメ入りとかの質感まで出そうと思うとなかなか大変な仕事だろうなあれもって思うんですけど、桜井さんファンだから桜井さんの色を全部の指に塗るではなくて、まあ、メンバー5人の色をそれぞれの指に塗りたいっていう時に、何色が何の指って僕考えたんですよ。でもう最初に2本はもう確実だなって思ったのが、まあ親指に矢上徹さんというのは、まあそのイメージで確定かなと思って、まあお父さん指だしね、屋台骨なんで、まあ、親指は矢上さんでしょ。で樋口豊さんは小指でもう決定じゃないですか、小指のイメージあるじゃないですか。でそうやって考えていくと、薬指は星野さんかな、星野さんなんかエロい感じがあるんで薬指が一番合ってるかなと思うんですよ。あのエロいっていうのはそれこそあの色気がすごい俳優みたいな感じの、ほら真島さんとかああいう感じのイメージに近いので、色気があるっていう意味で星野さんは薬指かな。なんかこうひょうひょうと突っ立ってるような感じとかもあるので、薬指星野さんかなって思うと、このね今井さんと桜井さんがどっちを人差し指に塗るかをちょっと悩んだんですけど、まあ今井さんはなんかこう行くぞみたいな感じで爆竹引っ張ってるイメージあるんで、やっぱり人差し指が今井さんかなって僕は思いました。で桜井さんはやっぱりセンターに立ってて一番目立ってみたいな感じで、まあちょっとエロい感じもあるのでやっぱり中指かな。でも今井さんが中指で桜井さん人差し指というイメージもちょっとあるんですけど、一応僕としては矢上徹さんを親指に、人差し指を今井久志さん、中指を桜井敦史さん、薬指を星野秀彦さん、小指樋口豊さんっていうのが、自分のイメージの中で一番しっくりきたんですけど、皆さんはどういうイメージを持ちましたでしょうか。あのマニキュアの色自体はみんなそれぞれなんかいいですよね、イメージ出てて、桜井さんはちょっと濃いめの赤っていうかな、まあ今井さんはちょっとトリッキーなショッキングピンク的な感じだし、まあ本当にそれぞれの個性が出てるような色合いで、うん、いいんじゃないって僕はすごく思ったし、まあ5本の指にそれぞれの色、僕ならね5本の指にそれぞれの色を塗ってみたいなと思いました。はい、では